今回はデザインカッツから2020年11月に入手したこのステップハニースクリプトについて説明をします。まあ、これは TTF、OTF ということで、フォントになります。で、これがサンプル画像になります。こういう感じの文字、図形がこのフォントを使うことでできます。こういう感じですね。で、いつものようにチャートで説明します。まず、フォントは、これ一つだけですね。で、私の場合は、アフィニティデザイナーで 8000×8000 ピクセルで、大文字の A から Z、小文字の A から Z、数字の0から9、あとシフトキーを押した時の、特殊文字で、こういうフォームを作ります。タイプグラフィーがいくつか設定があるんで、まあ、それで変化するこの小文字のところをこう拾って、で、こういう違いを見ながら、こういうフォームを作ります。で、レイヤーでコンバートトゥカーブズをして、SVG ファイルとして出力をします。で、このように、L のところですね。で、NG があったんですね。で、まあ、L だけですので、またアフィニティデザイナーでノードベースで修正をして、で、また SVG ファイルとして出力、で、ブレンダーでインポートして処理すると、この青のように OK になりました。で、もう一つ、このラテン文字も基本同じようにこういうふうに作って、で、SVG ファイルとして出力すると、まあ、このように O とかですね。O の部分ですね。この傘がついてる部分、あと点が2つある部分。これがやはり NG でした。で、特にこの傘マークのやつですね。これですけれども、実はここの真ん中のこの赤っぽい部分がですね、こういうふうに白くなかったというか、図形として残ってたんですね。この青いものに対してね。で、この赤い部分をこういう白にしないと、要は穴が開いた状態にならない。ということで、これはここのアイコンで処理することはできます。この穴が開いた状態ですね。二つの図形を、ここにあるようにレイヤーで選択をして処理ができます。穴が開いた状態ですね。で、その状態で SVG ファイルとして出力をすれば、まあ、このように問題なく、文字として 3D にすることができます。で、こちらが、まあ、OK の状態ですけれども、まあ、こんな感じで、青い部分、青い文字ですね。修正した後の状態ですけど、で、あと他は、黒い部分がないので、基本、こうやって 3D にすることができました。で、もう一つ、ラテン文字の方も、この黒い部分ですね。これですね。OK にすることができました。こんな感じでできます。ということで、今回の説明は以上になります。